陽さんです。ナムニーです。リーホーということで、今日は何ですか？今日はですね、巨匠に任せていただきたいということは、はい、出た。そうですね、インスタグラム。いや、まあこのグラマーである私が、グラマー、グラマーである私が、はい、はい、今日は何の日ですか？今日はですね、はい、ファイターズ、うん、リスペクトデイズ、わーわー、ということで今日入り口で、うん、ケンスケユーにピンク配られてましたね。もらいましたね。はい、ファンクラブ限定の配られてましたけど、はい、これを使わない手はない。まあそうだね。そうでしょう。今日だけのユニフォームなんで、はい、プラスちょっとインスタグラム、うん、我々の画像に、うん、決定的に足りないものを発見しました。ほい、はい、狂気じゃない、狂気じゃない、あんなものはいらなかった。やっぱりね、女子力。あー、インスタといえばね、もちろんです。可愛い女子ですよね。ですよね、ということですよね。女子なくしてインスタはありえない。でもね、女子いないんですよ。ちゃんとご用意しております。女子ご用意してる。もちろん。おお、任せてください。それは陽さん、はい、あなたです。え、俺、はい、俺女子力は高いけど女子じゃないよ。女子力は高い。女子力は高い。確かに高い。自信がある。うん、俺が女子になるの？そうです。マジで？なんなら僕も女子になります。え、二人で女子になるの？そうです。ほう、わかりました。何すんすか？まあ任せてください。はい、もうとびっきりの、ええ、夢川、夢川撮っちゃいましょう。夢川、夢川いいインスタグラム。もうね、何言ってるかさっぱりわかんない。うん、これでね、まあ、球団も、うん、採用せざるを得ない。なるほど。8回で、うんうん、インスタグラムきっと流れるでしょう。なるほど。華々しい女子が任せてください。おー、楽しみだこれは。はい、うん、やっていきたいと思います。じゃあ行きましょうか。行きましょう。うん、オッケー、レッツゴー、レッツゴー。まずは陽さんから始めよう。この交差も調査もご冗談でご愛嬌。ワイナリー Go Around、 ノムニーと共に目指せよベストヒア。ウェルカムトゥゲストイン。それが F の1、狙いホームラン、皆で繋がる F の1。ちょっとですね、はい、あちらちょっと見ていただきたいんです。寝る？はい、もう寝るの、ここに。そうそうそう、女子草むらイコールインスタ映えじゃないですか。ちょっと待って、このね、毛足だと、はい、見えないよ。寝たら大丈夫です。カメラは嘘つかないんで。ちょっと本当何言ってるか分かんないですけど。大丈夫です、任せてください。大丈夫？任せてください。分かりました。はい、乗りたいでしょう。乗りたい、ぜひ乗りたい。そうでしょう。はい、インスタ乗りたいか。いやー、乗りたいぜ。言ったな。じゃあやります。はい、分かりました。何したらいいんですか本当に。はい、これ持ってきてるんだよ。何やねんこれ。何すかこれ。何その明らかな怪訝そうな。何すか。女子力ですよこれ。なんかどっかで見たことあんな、これ。あるね。あ、うん、なるほど。これを使って、はい、やっていきましょう。女子召喚ということで。そういうことです。終わりました。やっていきましょう。はい、よいっす。皆さん、ヒゲが、これどうぞ。持ってきたの、マスク。マスクは常に入ってます。本当に？はい。あ、いいね。あ、いいいい。あ、すげー女子っぽい。あ、じゃあここで僕の特技見せます。はい。あ、映えてるわ。あ、映えてるわ。君映えてるね。いっちゃう？めっちゃタピオカ振る舞いたいレベル。草むら行きましょう。あー、すごくいい。あ、すごくいいよ。ね、寝ちゃおうか。寝ちゃおうか。寝る。被写体、被写体ちょっと寝ちゃおうか。寝る。はいはい。いや、虫いるでしょ。何がですか。寝る。あ、あ、すげー。うわ、これいったな。あ、いいね、いいね、いいね。いい顔してるよ、いい顔してるよ。あー、すごい。あ、じゃあ撮っちゃおうかな。あー、いいね、君。
汁が。汁。どうしたん？ヨウさん。ヨウさん大丈夫ですか。すごいね、あのね、はい、雨降ってるからね、汁がね、ごめんなさいね、汁がね、すごいですよ。ちょっと雨っていうアクセントはちょっと考えられなかった。どうだった、女子力高い？高いっすよ。お、これはインスタ映えだね。はい、もちろんです。任せてください。次はやるでしょう。ということでね、えあとは結果発表をちょっと。どういうことこれ乗るの任せてください。本当に大丈夫？ヨウさんが言うなら僕もやりましょう。お、行きますよ。じゃあいいですか。もうね、俺だけっていうのはちょっと納得いかないからね。任せてください、うん、やってもらうよ。もうぜひ。よし、あのねやっぱりね、往年のギタリスト感出ちゃうよね。出ちゃう。うん、そうそうそう、それそれ。いや趣旨違うから女子感じゃないですか。どうすか、映えない？はい、映えない。何どう考えても映えない。映えてるでしょ。いや映えないよ。不審者、不審者。いやいや、女子力こそがインスタの鍵だから。やべえな、暴走し始めてるなこれ。撮りましょう。いや撮ります。やっぱ草むらは必須なわけですね。いや草じゃないと乗らないです。どういうことだよどういうことなの。いやすごいオブラートに包んで、はい、気持ち悪い包んで、それ、うん、わかりました。寝ろってことか。寝方がおっさんだもんねそういうことじゃないんじゃないですか。違う、あ、違うか、うん、頬杖じゃないの。こういうこと。いや違うね。もう今ちゃぶ台見えたわ。やっぱそうですよね。ありがとうございます。 OKオッケーオッケー。よし、何がオッケーだか分かんないけど。バッチリっす。あの厳密に言うと全然オッケーじゃないけどね、これね。うん、あと結果を待ちましょう。分かりました。はい、まあ勝ちは確定してるんでね。本当かよ、はい、上位3名なんで、あとは何位になるかが問題です。じゃあ結果待ちたいと思います。オッケー、よろしくお願いします。はい、まず最初にすいませんでした。本当にね、あのね、おふざけが過ぎる。しかもさ、また試合でやんなかったよ。あれね、避けられてる、うん、俺ら投稿したら、あ、こいつらまたやってるよみたいな。なってるね。今日コーナーやめよう。もうダメだ、これ狙われてるよ完全に。あ、もうあかんね、ふざけられてると、はい、やっぱね、クリーンな画像ね、うん、そりゃそうだよ、うん、記載野村が記載すぎる。まだちょっと時代がね、うん、ついてきないのかな僕らにね、うん、気がするね、うん、早すぎたね、ちょっとね、うん、またじゃあ記載野村監督アイデアが浮かび次第。そうですね、今のところアイデアは枯渇してるんで。枯渇してる、はい、ねんだまあ潤い次第また発揮していきたいなと思います、ね、よろしくお願いします。本当ね、連続申し訳ありません、はい、じゃあまた頑張りたいと思います、はい、ということでありがとうございました。インスタグラム、我々の画像に決定的に足りないものを発見しました。はい、狂気じゃない、狂気じゃない、あんなものはいらなかった。放送席、放送席、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはヨウさんです。ありがとうございます。では最後にファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、そうですね、ファイターズのファンになって試合に行くとこんなに楽しいことがあるんだよっていう、そんな動画、これからもどんどん出していきたいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今日のヒーロー、ヨウさんでした。ありがとうございます。